どうも、こうちゃんです。本日はですね、学校石川の戦力を大解剖していこうということで、学校石川さんの、えー、強さ、そして弱い部分っていったところもね、えー、大解剖していきたいなというふうに思います。えー、東北の3枠、えー、学校石川さんになったということで、えー、33年ぶりに 甲子園出場というところ、甲子園に帰ってくるというね、あのスカイブルーがですね。えー、じゃあいざ、えー、学校石川は、どのぐらいの強さの高校なんだってっところでね、えー、皆さん気になってると思うんですけれども、まあ、スポーツ紙、えー、ね、見てみると、A ランク、B ランク、C ランクと、えー、評価ついてますけれども、学籍さんは、まあ、どこの、えー、スポーツ紙見ても、まあ、 C ランク、まあ C、C プラスとか、まあ、B ランクつけてるようなぐらいの感じの、えー、評価なんですけどもね、こうちゃん的にね、ちょっとね、分析して、えー、出してみました。まずは、まあ、春。春なんですが、新チームになってね、間もない。えー、そして選抜を迎えるといったところで、こうちゃんの、えー、思い的には、投稿打てだと思うんですよ。どの高校もね。やはりこう、 新チームになってから有利になってくるのは、まあ、ピッチャー陣、投手陣がやはり成長するというか、まあ、ポテンシャル高く、えー、力を発揮できてる、そんな、えー、年代、時期かなというふうに思いました。で、打力っていうのはやっぱりこう春からですね、夏にかけて徐々に徐々に徐々に,徐々に力をつけていって、状、ま、態、あ、上,上がっていって、えー、そして春先に調子悪かった人が夏にポンとね、えー、すごいバッターが荒れたりとか、 あ打撃は水物なので、えーね、まあだからこう春先はまあ投稿だっていいかなっていうふうにはどのチームも感じておりました。はい。というところでね、去年の学校石川さんはですね、勝負強く打ち勝って夏準優勝だったというね、えー、決勝戦は聖光学院相手にね、乱打戦といったところで、 まあ、二桁得点ゲームで負けてはしまったんですけども、去年は投降打定というのは打降投底といったね、この打撃が売りのチームだったなっていうふうには見ていました。じゃあ、今年はどうなんだっていったところで、まず投手陣、えー、投の部分ですね。えー、これは、トー、東北大会4試合、えー、4試合のデータに基づいて、ちょっと解析していったんですが、 まあ、遠く大会の4試合終わって、防御率が、えー、全体2.06、えー。試合が4試合といったところで、防御率見ると、まあまあ打たれてないよねっていったところが見れますよね。2点台。まあ1試合平均2点取るか取られないかぐらいで、えー、抑えてるといったところで、投球回35回、えー、脱三振29といったところで、えー、まあ、投球回に比べて脱三振 確率は高くないかなというまあね、うん、そんなところで失点が8実績点が8で関東2、えー、無四球試合が1、えー、ウィップねウィップっていうのは1イニング当たり許す出塁率といったところで、えー、まあどれぐらい1イニングで、えー、類を出してしまうのかといったところの率なんですが。 あこれが1.06といったところで、まあ山田光生さんがこのウィップは0.73、えー、どっちもね、えー、0.73といった記録なんですが、やはりこの山田光生さんと比べると、まあ1点台に石川さんがいるといったところで、やっぱり1イニングあたりやっぱり1人ないし、まあ2人ぐらいは類上にランナーを出してしまうのかなといったところで、山田光生さんやっぱさすが、1人出すか出さないかなんで、 やはりそこが実績点、えー、無駄な失点につながってくるのかなとったところでこのウィップ、えー、この1.06って言ったのがいいのか悪いのかってところなんですが、まあ低いければ低いほどいいといったところですね。はい。そしてまあ失点8に実績点8って言ったところで、ここはやはりこう無駄なランナーを出してるとやっぱり返されてしまうというのが失点につながってるかなってったところですね。まあ実績点8に対して失点が8なんでこれ比例してますよねって言ったところですね。はい。 えー、その他、四四球、えー。まずフォアボールですね。フォアボールと、えー、デッドボール合わせて13個、えー。その中で四球が2といったところで、これもやっぱりこう、ウィップにつながってくるところで、まあデッドボールとフォアボール合わせて13といったところは、これはやはり少なくない数字ですよね。 これはやっぱり多い。ここをどのように、え押、ー、さえていくか、もうほんと一桁、まあ、あるいはゼロに近づけていくかといったところがやっぱ勝利の鍵を握ってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。その中で冒頭が5といったところで、 何かバッテリー間のミスであったりとかパスボールであったりとかね、そういったところを含めてやっぱりちょっとこの、えー、バッテリー間のミス、えー、そしてピッチャーのこの実績につながる部分っていうのはやっぱり石川さん無駄な点数を上げてるかなっていうふうには思いました。まあ、その中でね、防御率が全体2.06っていったところは守りも含めてね、要所をしっかりと抑えてるんでしょうっていったところですね。はい。で、まあ、 ピッチャーが、えー、ね、一人一人見ていくんですが、まあ、えー、リリーフで野手から、えー、岸並くんって言ったピッチャーがね、投げてるんですけども、岸並くんはちょっと入れないんですけどもね、えー、エースの大友くんと佐藤くんと大坂井くんが大体主に先発、えー、として投げてるので、この三人ちょっとね、紐解いていくんですけども、まずね、エースの大友るいくんね、これ七ヶ浜市には三重県出身でございます。東北大会は登板に、 先発が1、投球回が、四4回と3分の1というね、あまり投げてないんですよね。まあ、エースナンバーをね、つけてるからね、やっぱりいい球を投げるんだろう、いいピッチングをするんだろうというふうに周りから見られておりますけれども、え、トーク大会は4回と3分の1しか投げてなかったといったところ。で、PIP といったところがね、数字があるんですが、PIP はですね、えー 一イニングあたりの効率のいい球数数といったところで、まあ、球力ですね。請球力。で、こう、球力が、やっぱり15球という風に平均、プロ野球の世界でも取っているみたいで、まあ、15球から下を下回るとかなりいい請球力を持って、効率のいい、えー、投げ、数、球数を、えー、掘放っている。 という風なデータが出てるといったところで何を言いたいかって言ったらやっぱり1イニンあたり無駄な球を投げずにですね効率よく球数少なく勝負できてるっていった値が PIP といったところですねでこれがね参考にね2013年無双した24連勝じゃ戦いますよね楽天の田中がですねこれこの年14.06といったところリーグ1位だったんですよだから1人ニあたり14球ないし13球ぐらいで えー、終えてる、といったところ、請求力によく効率のいい、えー、ピッチングをしたっていうことですよね。その、えー、PIP がですね、大友くんはですね、えー、17.31といったところで、やっぱり、1人あたり17球ないし、15、18球近くまで投げちゃってるっていったところですね。はい、次、えー、WHP っていったところで、WHP、えー、w ウィップはですね、1投球 一回あたりの出塁率といったところで、えー、はい、見ていくんですが、まあ、これも、えー、1.32と、えー、あ、違う、ごめんなさい、w、え、i、ー、ウィップは0.75といったところで、えー、まあ、平均が1.32が通常の当初の平均で、えー、1.0以下は素晴らしい。1.25が素晴らしい。で、 1>, 1点台が非常に素晴らしいといった、えー、プロ野球の平均があるんですが、大友くんに関しては0.75といったところなので、まあ、この数字見ると、あ、無駄なランナーは出してないかな、といったところは考えられます。はい。あ、ごめんなさい。大友くんは、これ違う人を呼んでました。えー、ウィップは、 2.31なんですよね。2.31って言ったところは、かなり、かなりこう、イにランナーを出しちゃってる。一人当あたりね。って言ったところで、やっぱりこう、防御率にもつながってくるのかなっていうふうには思いますね。はい。なので、まあ、エースナンバーつけてる大友ルイくん。えー、この、ピッチャーがですね、まあ、選抜そしてそしてこう、夏にかけて、 どのようなピッチングをしてくるのか、えー、復調してくるのかって言ったのが、ちょっと、注目されますね。ごめんなさいね。まあ、ごちゃごちゃになっちゃってね。続きまして、えー、左の佐藤翼くん、これ1年生でございます。えー、登板数が3、えー、そして先発が1、防御率2.13、えー、無支球試合が1、投球回が12回と3分の2、球数1 9十球、えー、PIP が15.00、 え WHP、ー、WH ウィップが1.18といったところで、非常にバランスの取れた、えー、いいピッチングをしてるんじゃないかなっていうふうにはね、思いますね。はい。なのでね、まぁ、あ、PIP に関しては、えぇ、ー、佐藤翼くんは、えぇ、ー、15といったところで、まあ本当に、えー、平均でバランスの取れた数字かなっていうふうには思いますね。 えー、それと、WHPWIP、えー。ウィ,ップウィップは1.18ということなんで、あのー、非常に素晴らしいといった、えー、値が出てますね。で、まあ、佐藤翼くんに関しては1年生なんですが、左のピッチャーといったところで、えー、非常にこのトーク大会目立った投球、そして無四球関東試合が一試合あるといったところで、制球力のいい左ピッチャーだなという印象はありました。 なのでね、この佐藤翼くんがおそらくこう先発で投げる試合も多いのかなとっていうふうには見ております。はい。ということでね、この左ピッチャー、佐藤翼くん1年生、よく注目しておいてください。はい。続きまして最後ね、大阪へくん。このピッチャー本当スーパー1年生だなとっていうふうに思って見てました。えー、防御率0.90、投板数3、先発2、投球回が20回。 えー、球数284球。えー、PIP が14.20。WIP がね、0.75と言ったところで、あのー、1点台いってないっすね。あのー、非常に非常に素晴らしいという値が出ております。で、PIP も14.20といったところで、えー、2013年の日本一になった無双の田中マークに近い値っていったところで、佐藤翼君に続いてこの、 ね、もう一人一年生ですごいピッチャーがいるかと、この記録だけ見ても、すごいピッチャーだなっていうふうに思いましたし、これこう、ビッグな、またニューフェイスな新たな、えー、球児が出てきたんじゃないかなっていうふうに記録だけでは見てわかりますね。なので、この大阪井くんが、まあ、このエースじゃなくて、つけてるのが2番といったところで、えー、ピッチャーやって、キャッチャーやって、4番といったところで、 大黒柱の大車輪の活躍をしてるんですが、この佐藤、えー、そして大阪への,この両一年生、えー、左、右の、えー、ピッチャーに注目してもらえればなーっていうふうには思います。はい。というところでね、あの、ここまでピッチャー陣、えー、紹介してきましたけども、まあ、打撃陣においてはですね、やっぱり打撃っていうのは水物と考えておりますので、まあ、調子のいい日もあれば悪い日もあるといったところで、 えー、打撃においては、えー、大解剖していかなか、していかないんですけども、まずはね、春はピッチャーだろう、守りだろうってったところで、ここまで、えー、ピッチャー陣を分析していったんですが、まあ、大友くん、エースの大友くんの、えー、副長が、まあ、選抜の、 勝利といったところに大きくつながってくるのかなとっていうふうには思いますね。まあ佐藤くん、大阪井くんはね、このまま調子を上げていっていけば、まあそんなに無駄なランナーも出さずに自分のピッチングをすれば、よりいいピッチングができるのかなとっていうふうには思いましたね。だからやっぱりこう、まあ全員にって言えることなんですが、無駄な四死球冒頭出さなければね、失点につながらないといったところなんで、 まあそこをしっかりとね、えー、押さえてやってもらいたい。ただ、学校石川さんは、まあ無駄なランナーを出されても、守備陣はね、要所を押さえて、しっかりと押さえて、引け死しているイニングが多いっていうなデータが出ておりますので、まあこの、なん,てうんですかね、こう接戦にも多分おそらく強いチームだなっていうふうには見ておりました。はい。あとはね、えー、佐々木淳一郎監督、まあ通称 J というふうなね、あの、味名ありますけれどもね、 まあ、ジェイ監督の手腕名称ぶりが発揮された結果だと思うんですよ。この選抜の、えー、出場って言ったのがね。はい。ただ、もう一つね、結果につながったことがね、あると、こうちゃんがね、自負してるんですが、それはですね、あの、石川義塾中の存在なんですよ。で、石川義塾中っていうのは、この女名の通りですね、中高一貫教育でございます。学校石川高校とね。で、現メンバーも20人中7人がね、 石川義塾中から進学してメンバーに入っておりますでメンバーの中心のね大阪へ佐藤も石川義塾中ですし、まあ、キャプテンのね、えー、キャプテンも石川義塾中ということで、まあ、中高一貫で、えー、野球をやっているといった学校でございますよねで、まあ、なぜこの石川義塾中がこの強さに絡んでるのかっていうと ま、石川義塾中は育成に力を入れたのが2017年からなんらしくて、ま、部が発足して、2021年には全国大会発表まで、進むという、この、あの、軟式野球、中学軟式野球で全国大会発表まで進むというね、ま、いわば中学校野球の競合でございますよ。で、この石川義塾中の指導方針はですね、 野球漬けではなく、鬼ごっこや違うスポーツをやることで、運動神経を鍛え、体の使い方や判断を鍛えるという育成システムを導入した、というふうに、えー、国母監督が、えー、おっしゃっています。あの、いろんなスポーツをやることによって、えー、そのスポーツで、えー、使う体の使い方、動き、そして、 野球では養えない、えー、そのスポーツ、スポーツごとにおいての判断、えー、こちらを鍛えていく。そしてフィジカルもより鍛えられるといったところを野球につなげていこう。育成だこれが育成だといったところで、まずは石川義塾中がこの、えー、育成システムを導入して、そこからこう、えー、学校、石川に進学する。よしそしたらもう、高校ではしっかりと指導者に鍛えてもらって、 えー、野球図形の毎日送ってもらって花開いてもらおうといった感じのシステムを、まず2017年から作ったといったところですね。はい。で、このようなね、中高一貫に取り組んでる成果が徐々に現れて、躍進につながってると、えー、校長は思いました、えー。でね、まあ、この中高一貫教育、そしてこの、えー、育成方針を見てですね、やっぱ校長思ったのが、昔の指導方針と令和の指導方針がね、 えー、か見えて、まあ、指導者自身が、今一度、今自分が教えてる指導を見つめ直す時代でもあるのかな、というふうにね、思いました。あの、やっぱ肩にはめてね、凝り固まった自分の常識であったり、その認識であったり、指導っていうのを、おら、こうだ、ああだ、っていうふうにやっぱ押さえつける指導っていうのは、やっぱりもう、時代的には合わなくて、やはり、今ね、選手がね、その、 あらゆる指導を選ぶような、えー、時代ですから、だけどね、怒って叫んでって言ったところも時代遅れであって、やっぱりこのように、やっぱり育成とは何だって言ったところを指導者がまず、いまいちをね、考えてもらって、その育成を、信じた育成をですね、えぇ、ー、こずに、えぇ、ー、んてうんですかね、こう、地道に地道に地道にと、あのー、やっていってこうやって花開くって言ったところもやっぱりあると思うんで、 あの、学校石川さんとこの石川義塾中の、えー、システム、えー、そして学校石川さんが、やはりこの今年選抜出場して、その生徒たちが花開いたいって言ったのは、本当に成功だと思いますんで、あのー、いま一度ね、あの、指導者さんのね、え今の、まあ、立場を含めて、その自分の指導がどうなんだって言ったところを、まあ考えてもらって、まあこのようなね、結果、 成功例っていうのがあるんだよって言ったところもね、一つ考えてもらいたいなっていうふうに思いました。えー、今日はですね、学校石川さんの投資の部分の分析、そして、えー、なぜこのような強い学校になったのか、戻ってきたのかっていったところを紐解いていきました。えー、選抜ももう少しで開幕します。プロ野球も急瞬到来、始まっております。楽しい時期がまた帰ってきます。皆さんもですね、 一つ、えー、また野球ができるシーズン、野球を見るシーズンが戻ってきますのでね、枠が止まられると思いますけれどもね、この朝の後期チャンネルもですね、えー、ご視聴していただいて、えー、楽しんでいただければなというふうに思います。本日もご視聴ありがとうございました。それでは、ジョッ